V ロード第12節2戦目さあ、そしてバッターボックスには柳田が入っています。さあ、得点圏には先制のランナーを置いています。まあ、先手を取って進めるためにも得点しておきたいですね。なるほど、そうですよね。引っ張った、放ってワンアウトです。バッターボックスは4番中田。ホークスこの回2点を返されています。さあ、リードを3点まで迫られ、なおも得点圏にランナーを背負った場面。相手打線が2球目打ちました。坂本が掴んで3アウトです。打順は1番に帰ります。バッター西川、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。2アウトランナーありません。さあ、勝利まであとワンアウトとなりました。そうですね、まあ惜しいでしっかりと最後のアウトを取って、インサイド落ちました、一塁へ。これで3アウト、試合終了。ソフトバンク、内に打ちました、大量リード。